やあ、おいら福岡の森で育って30年キリカ文太だ。よろしくな。こいつはおいらの友達のキンポリ、挨拶しろな。さあ、ということで今日は福岡のお土産といえばやっぱり明太子だろ。明太子だけでも十分お土産にはなるんやけど、今回はちょっと変わり種明太お土産3選をご紹介。まずはこちら、どん、めんべい。明太子のせんべいだ。値段もお手頃だし、すごく軽いんだ。せんべいだから、だからお土産には本当に最適だと思う。ちょっとじゃあいただきます。一袋に2枚入り。いただき。これね、明太の風味がしっかりあって、イカとかタコとか入ってんのよ。海鮮のね、風味もふわっとしてくる。で、これ なんつっても歯ごたえがね、聞こえるかな、うん、すごくいい硬さ。バキバキっとこういける硬さだから、食べ応えもあって最高にうまい。めんべい、これマジでおすすめです。子供から大人まで絶対楽しめると思う。福岡に来た時は買ってください。そして続いてがこちら、ダン、明太いわしや。この明太いわしは酒のつまみにもってこいだ。明太だれでじっくりと漬け込んでんのよ。晩酌のお供に最適なのよ。明太いわし、これいってみようよ。ちょっとこのままいっちゃおう。出てきたよ、出てきたよ、いわしっこが。いただきます。うん、これうめえ。酒が飲みたくなるね。あ、いい。後からね、やっぱりこの明太のピリッとした感じもついてくるし、これいいわ。これは焼酎やね。まあおかずにもなるしね。お父さんとかにね、喜ばれると思う、こういうの。めちゃくちゃいい。そして最後3つ目はこれだ、めんつな缶。これはね、明太子とあのツナ、これが完全にギュッと合わさったスペシャル缶詰だ。ご飯のお供にも最適だし、サラダとかパッと上にかけるとめちゃくちゃうまいんだ、これ。はい、めんつなカンカン、これいっちゃおうと思う。ほら見て、あちゃー、ほらね、これいただきます。うまっ、これはいいぜ。ツナと明太がめちゃくちゃ合う。うん、少しピリ辛で、で、やっぱご飯の上に乗せたりとかするとなんか最高にいけるよ。おつまみにもなるし、しかもこれ他にも種類があって、ちょっと辛口のもうちょっと辛めのやつとかあったりとかね。この缶詰をセットで買うのもこれありだと思う。これおすすめです。はい、ちょっと何、もう、あー、うんこしてる。効果来たらね、普通のオーソドックスな明太子プラス今日紹介した3つの明太子シリーズ、これもね一緒に買ってってほしい。これどこに売ってんだろうとか言って探し回って、いろんなとこ行くの面倒いなって思ったら、あのデパ地下に行けばいいけん。だいたいデパ地下にあるけん、だからもうそこに行ってね、たくさんお土産買って福岡を堪能して帰ってくれ。ということで、また会おう。キリカ文太でした。じゃあなー。